これより第10試合第10試合準決勝第2試合の始まりとなります。これは矢部さんにとってもこれもまた予想のしづらいですね。いや本当に大変な騒ぎですね。これ大変な騒ぎですよ。会場も大変な騒ぎです。いやどちらも魅力的なファイトスタイルを持つ両選手たちですね。でもどうでしょう、あの大沼選手、はい、ダメージの回復度合いとか体力の回復度合いとかを見る限り結構2人ともバチバチにやって消耗してると思うんで、そうなんですよね、完璧には戻ってないと思うんですよね、絶対どっかしら一発食らったら相手ってなるところあると思うんですね。グラッとなる可能性があるということですね、はい、まあ、特にあのね、鈴木選手は先ほど戦ったばかりじゃないかって言われますし、西岡選手は延長ですからね。そうなんですよ、ね、さあシュートボクシングスパッツタイルの西岡蓮太対クレイジーダイヤモンド鈴木志郎。ボディミドルを蹴っていく鈴木です。ミドルを返す、重いガードをしていても音だけで分かります。ローいった、西岡ローレス、これはカットする。まあやっぱりパンチで倒したい、まあ、パンチが主力武器である鈴木志郎、本命はおそらくパンチでしょう。だが対与座戦では膝一戦でダウンを奪っています。確実にこの鈴木志郎も進化をしている。ジャブ、鈴木選手がだいぶ西岡選手に対してローを放ってますよね、これひょっとしたらその先ほどの試合でローを研究して足にダメージがあるのではないかというふうな読みが GA からはあるのかもしれないですね。そうですね、小川選手のローがバンバン入ってましたからね、はい、でこのスパッツでわからないですからね、太ももの状態が、おお鼻にはフック、ガードはされたくない、お互いに一撃必倒の破壊力はもちろん持っています。さあここで組んでブレイク、さあブラックルールということで、おお今の相打ちか、相打ちですね、当たりますね、2人とも同じぐらいの距離ですね、で狙いも同じという、はい、気持ちの強さも求められる、前に出てくコーナーを背にする、さっきの小川戦とは逆の状況です。これどうなんでしょうね、この対鈴木志郎の攻略法というものは今西岡の中でどんなものがあるんでしょうかね。さっきの小川戦はね、矢部さんが指示した通り、はい、コーナー手にしても絶対先に手を出すというね、はい、確かに動きが見て取れました。いやだから鈴木選手がローから組み立てくるとは思ってなかったんじゃないでしょうかね。キリを使ってますもんね、はい、第1ラウンド終了、ここで第1ラウンド終了。だから逆に鈴木選手陣営としては戦い方を変えてきているのかもしれないですね。よりパンチを当てるために蹴りを多くとにかく出すというだとしたら、ちょっと今の西岡選手の戦いをこれ吉高選手の、ねね、体積が違った方向に向くかもしれないという、でもここインターバルで修正してきたらどうなるかですよね。狙い変えてくるかもしれないですね。そうなるとこのインターバルの1分っていうのもなんかゾクゾクする展開ですね。
セコンダー、セコンダー、ワン、ツー。第2ラウンドのスタートです。西岡蓮太対鈴木千尋。さあ第2ラウンドも鈴木千尋としてはこの西岡の左太ももローを蹴っていくか、西岡もローを返していく。やっぱりちょっと作戦変えたっぽいですね、はい、そうですね、西岡選手の戦い方が第1ラウンドと違いますね。このまま、まあでも、まあローをもらって1ラウンドでもだいぶもらってたんですが、踏み込みが弱くなったとかいう感じではない。そうですね、はい、まだ大丈夫そうです、ね、まだ大丈夫。いやでも鈴木選手がしっかりとローを打っていきます。いや近づいたらブンブンパンチを振り回していくというイメージがあったんですが、違いますね、もう一味違う鈴木千尋です。左ミドルとローキックを対応してるんで、そうですね、距離もつかみづらいかもしれないですね。いきなりフックで振ってきたり。ああなるほど、タイミングが。さあとなってくると西岡蓮太の戦い方にもちょっと工夫が必要になってくるのか。この今日の今のこの鈴木千尋攻略するにはどうすればいいか。お連打でいく。だからそれはステイ。そしてダッキングで切り抜けていく鈴木千尋。ハイキック伸ばしてくる、パンチを伸ばしてくるが、これは有効打ではない。ガード鈴木ボディフリーヒットはありません。このローもカットしていく。バーハイキックもガードしていく鈴木、よく見ている。ちょっと西岡選手も入り込めないというか、そうですね、そうですね、こういうのが入ればね。でも今ね、あの膝出しましたよ鈴木選手、与座選手をダウンさせた。この今もう鈴木千尋選手がやっているこのリズムというものをどう崩していくか。崩れた瞬間に西岡蓮太にも大きなビッグタイムがやってきます。しかし第2ラウンド残り時間10秒、アッパーカット、フック、鈴木返していきますが当たりません。西岡さあミドルを掴んだ、もう時間がない。ここで第2ラウンド終了です。2人とも多分得意な距離が似た距離なんで、当たる攻撃は同じ距離ですね。ああそうなんですね。で僕あの今赤コーナー側じゃないですか、はい、ちょっとあの吉高さんの声なんかも聞きながら今見たんですけど、そのフックを振ってきた時に対してそれやそれだけやっていう、そのフックに合わせてあの内側を通すフックを狙ってるような感じはあるんですよね。相打ちになるよりも相打ちよりも内側から出す方がパンチ当たりやすいんで、であのよくあの西岡選手は聞こえてます吉高さんの言うことが、はい、今やで息上がってるやろって言った時にドンって言ったりとか、非常によく聞こえてるなっていう感じですね、セコンドの声が。こと今ねインターバルを見せても分かるように鈴木選手も西岡選手も非常に落ち着いてますね、はい、どちらもなんか流行る気持ちもなければ遅れを取ってるような不安もありません。さあ第3ラウンド、まだどちらも決定打ダウンというものは奪っていません。最終ラウンドになります。準決勝第2試合、決勝戦のカードが決まります。ジャブからボディ、そうですね、パンチできましたね鈴木選手。ローもしっかり忘れていません鈴木。逆にということは、まあ、西岡選手としてはそのやっぱカウンターというものを狙ってるんでしょうかね。前後バックハンドブローでディフェンスしていく。さあ距離が縮まる、
おあそこからストレートを打ってきます鈴木です。ちょっといけるかなというところで西岡選手も別にガッていかないですね。何か本当チャンスを狙うかのような戦い方をしています。そのチャンスが何なのか。まあでもね、まあ、おお、いいタイミングで入ってくる、はい、さあ膝を踏ん張ったな。膝を出してきた瞬間にこかしていきました。さあどうする。まだ決定打はない。これという決定打はない中、残り時間半分となるファイナルラウンド。ゲルで距離を取って詰めるがクリーンヒットはありません。まあお互い延長も嫌でしょうからね、このラウンドで決めたいでしょうね。次がもうすぐ決勝戦になりますから、しっかりと白黒はっきりつけたい。ラスト1分、最大3試合のワンデートーナメント、残り1分を切りました。さあ決勝戦、バズーカ攻撃の前に立つのは西岡廉太か、それとも鈴木千代か。疲れている両者、疲れている。ここが踏ん張りどころ、絞り出すところです。そうですね、さあ打ち合う。でもこれ本当にクリーンヒットしたら倒れるんだもん。そうですね、その大山選手が言うようにね、お互い好みの好きな距離が一緒だとしたら、タイミングが合っちゃうとね。そうですね、さっきから当たってるのが、はい、体を落としてのフックだったりするんで、それが2人ともいいタイミングで当たれば倒れると思うんですけどね。ということは狙いが同じだとなかなかお互いも狙いにくいところがある。さあ打ち合う打ち合う、もう時間がない。あ、ここで試合終了。これよりジャッジの終了を行います。難しい、難しいですね。なんとなく素人感覚でいくと延長からという気がしないでもないですよね。そんな感じもしないでもないですよね、はい、決勝戦を目の前にしたこの準決勝で、西岡選手は、ね、1回戦でも延長ですからね。そうなんですよね。さあこの3ラウンドで決着がつくのかジャッジとなります。30対29、まず1人目は西岡廉太。ジャッジ選手30対29、お、赤西岡、おお、3-0 で西岡廉太、はっきりと差がつきました。このジャッジどういうところについたでしょう。そうですね、やっぱさっきのバズーカ選手の試合もそうだったんですけど、やっぱりコツコツ当たってたダメージでポイントが動いたのと、最後この辺で1回フックが当たって顔がポンってなったんで、はい、血が飛んでたんで、それも多分印象が良かったと思いますね。あとちょっと多分どっかしらのやっぱもうスタミナを使い切ったぐらいまでいってるので、そのふらつきとかそういったところもちょっと、そうですね、印象はあまり。さあこれでついに鈴木城もキックボクサーとして初めての1敗という黒星がつきました。そしてノックアウト64キログランプリ決勝戦は西岡廉太対バズーカ浩輝となりました。